どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。日経平均9連投ならずと、まあ、さすがに行き過ぎたか、5場から急落展開となって、さらにナイトに入っても一気に3万500円台まで下がってきました。そこで今日は主に先物の,の最新の動きを確認しています。 一旦急落モードになるのかそれとも押し目浅いのかぜひ最後までご覧くださいそれでは早速5月24日日経225オプション考察始めていきましょう はい。それでは5月23日の蕎麦概況からです。日経平均3957円、129円安、マイナス0.42%、トピックス2161.49、マイナス14.41でマイナス0.66%、マザーズ748.60、マイナス4.30でマイナス0.57%となっています。え次に、えっと、売買代金ですけれども、え、プライムが3兆7601億円ということで非常に 大きいんですが、えー、まあね、今日ちょっとナイトに差し掛かって株価下がってきてるんですが、果たしてバーイングクライマックスのようなキーワードを使うには4兆円超えてないなと。 というところで、なかなか捉えどころが難しい売買代金のような気もします。で、次にスタンダードですが、2125億円、グロースが2067億円となっています。次に恐怖指数ですね。アメリカのビッグ数17.76ということで、昨日17.27ですから、まぁ、あ、0.5ぐらい。まあちょっと、昨日はね、いろ,いろデマというかね、流れてこう、相場荒れたんですけど、一瞬だけね。はい、まあその中で、 こうね、大きく上に動いたりしたものの、結果的にはほとんど変わってないというのがビックスでした。そして日経平均 VI は、えまあ、あの、今日ね、129円安なんですけれども、あの上から、 したらね、えっ、ー、と、400円ぐらいかな。あの、400円、500円近く下がってきてるということもあったんですが、えっと、VI 的には0.73しか上がってないということで、プラスの0.73。ただ、久々にですね、すべての指数が青で、VI もプラスですから、まあ、これ悪い方ですからね。はい。ということで、まあ、久々に全部の文字が青になった、これね、何日ぶりなんだろうというぐらい、まあ、久々な青い画面になっております。 はい。今日はタイアップ動画のご紹介というかね、ようやく詳細をアップすることができます。 sbi 証券さんとタイアップをして5月29日からスタートするミニオプションでカバードコールを実践しようぜというね動画をえ無料動画になっておりますがこちらをアップすることになりましたインデックスこんな感じですオプションの基礎知識からカバードコールの基礎知識そして決済なんですけどカラースプレッドっていうところまで踏み込んでお話をしていますさらにどこでカバードコールを仕掛けたら成功するのかねカバードコールのことを教えて くれるるところはいいっぱいあるんですけど実際どこで仕掛けるべきなのかっていうねあの一番大事なところ、まあ、これなかなか教えてくれないと思うんですけどこれを新型 MACD とそれから上昇の 5MA クロスと、まあ、うちの動画ではおなじみの戦法を使ってご紹介をしますえ無料動画で新型 MACD バージョン1.0完全公開するのは初めてです そして、公開の方法もちょっと変わっていて、5月26日の金曜日、19時に公開となりますが、この時、ね、えっと、26日19時お集まりいただける方は、ぜひね、お集まりください。ライブ視聴の形で動画が公開されます。私もスタンバイをしておきます。ライブと違って私が別に喋るわけではなくて、えっと、動画が公開されるだけなんですけど、同時に皆さんと一緒に視聴をして、で、ライブ形式でチャットも使えるんですね。ですから から疑問とか質問あればそこで書いていただければ時間内で回答できる分に関しては私の方で回答をさせていただきますもちろん、えっと、このライブ公開ねおそらく1時間ぐらいで、えっと、この機能がなくなるのでその後は普通に動画公開になりますから別に19時集まれない方でも OK です20時以降普通の無料動画として見ていただければ OK なんですねもうすでに あの、アップしていて、準備段階、そしてこの PV が流れるようにしてありますから、これ、この動画の概要欄にね、えっと、リンク貼っときます。ぜひですね、えっと、PV を見て、で、えっと、お気に入りというかですね、あの、もう、実際に配信が始まったらね、アラートが届くような、これあの、カウントダウンもありますからね、はい、ぜひちょっと、あの、 変わった動画の公開方法ということで楽しみに待っていただきたいなと思っております。ぜひね、26日19時、えっと、ライブ視聴ということでお集,お集まりいただければね嬉しいなと思っております。はいそれではここからはチャートを見ていきたいと思います。 日経平均冷やしからですが、まあ、今日久々にね、大きな陰線を引いた一日になりました。とはいえね、高値は31,352円。全場ね、これまた今日も強えなと思って、思わずね、強えなっていうツイートしたんですけど、その後しばらく私仕事してたんですが、まあ、さっきね、見ていただいた動画の最終チェックとかしてたらですね、えっと、ずるずる下がってきていて、一時3万828円の安値まで突っ込んだので、なんと高値からは500円以上下げ えらい急落だなと思いきやちょっとだけ下ヒゲで切り返して終わってみれば957円ということで、まあ、それでもね、えっと、400円、まあ、高値から下げての終わり値だったというところで。 まあそれでもまだ 5MA よりは全然上の位置にいますから、まあこれをもって崩れたというにはまだまだ早計ですね。モメンタムも別に横ばいです。ですから非常に強いままなんです。まあなんですが、今日は問題はやっぱりナイトに入ってからも、まあヨーロッパが少し崩れてきているというのもあってですね、ここですね、こちら先物23日の21時24分現在、3万570円ということで、まあさらにえと300円近く、違う400円近く 下げていいるのがこのがここ時24分現在ということうになります、えー、っとなので、3万、えー、っと先物ベースで言うと、ですね、えー、っと今日のお昼の高値が3万、あちょっと,、えー、っと変わっちゃってますね、3万1360円か,、えー、から急落しての3万570円ですから、もうこれ800円近く下げてるんですね、2.5%近くかな、えー、急落しています、わ,わずか数時間で。 ね、半日も経ってないと思いますが、まあ、それぐらい、ナイトに入っても下げ加速ということになっています、五日線も割ってきてますが、まだ、えっとまあ、これだけ、ね、急激に上がると、下がってくるときはどうしても、まあ、こういう大きな急落モードになってこざるをえないんですが、五、えっと、日線はまだ当然上向きですから、もうちょっと、ね、日柄がかかります、えっと、急落すればもう明日からこれ、ーンと下向きますが、まあ、もう少しこの辺で頑張るのであれば、明日ないし、あさってから下落の 5MA クロスになってくると。ここで切り替え 返せるかかどうかというとといころになってきてきます、ねはいまあ,あのちょっとここが、えっと、心配な形にはなってきているので一旦ロングしている方はもうあの決済をしても、ね、いいような位置には来ているんじゃないかと思います。はい、でこちらはです、ね、同じものをボリンジャーバンドで見ています570円ですね3万570円なんですが、えっと、プラス2シグマを割り込んでます。ただし えっと、昨日の先物の,の終わり値では、これまだプラス2シグマ割ってなくて、今のこの足はですね、16時30分からの、まあ、わずか数時間のまだ、まあ、といっても7時間かな。えっと、7時間 ?16 時からですかでもそんなもんか。違う。<laughs> 5時間だ。 はいえっと、5時間しか経っていない足とはいえですね、今のところ明確にプラス2シグマを割ってきましたえ。この場合ですね、急落するか、まあ、ゆっくりね、横ばいになって下がって横ばいになってみたいな形で、えっと、25日線、これゼロラインなんですけど、ここが上がってくるか、これどっちになるかわからないですけど、いずれにしてもゼロラインまでは一旦タッチをすることがほとんどです。で、まあ、この時なんかね、バンドが縮まっていましたけど、でそれでも、えっと、止まらない場合は、マイナス2シグマ までで行っちゃうんですねこの時は3シグマまでタッチして戻ったんですけどで、今かなりバンドが広いんですが、一旦どの角度になるか分かんないけれども、いずれ 25MA までは、0、えっと、ラインまでは到達するという形で見ておくといい方、見ておく方が、まあ、ボリンジャーバンドの通常の、えっと、解釈というか、まあ、トレード戦法になるかなと。まあ、そうなれば 25MA 乖り率、今5%ぐらい、5%超空いてるんですけど、 この後出てきますけどねえ。これがゼロラインの方に縮んでいくと、これはその分5%株価が下がるんじゃなくて、えっ、ー、と、線がね、迎えに行く場合もありますから、えっと、一概にここからね、何下がるっていう風な目処を立てづらいんですが、いずれにしてもですね、まあ、ちょっと上値が重くなって、ここからもう一回上がっていく可能性は、まあ、一旦は薄れたのが今の先物の,の動きかなという気がします。で、こちらが、えっと、日経平均のこれ、現物の方の 25MA 乖離率です。 現物でもですね、一旦このプラス2シグマを超えていった。で、そのまま強い、えっとまあ、バンドウォークというかね、バンドを超えたブレイクウォークをしていたので、これもうここを終わり、あの、バンドの中に入ってくるまでは、これ上についていくしかないという解釈でしたが、今日の終値でギリギリですね。 えっと、中に潜ってきました。乖離率がプラスの5.8%です。で、5.8%だから5%超えてるから、えっと、買われすぎという判断をするのではないというのは散々お話をしてきました。で、えっと、ここ、バンドがやっぱり急激に広がっていきますよね。乖離率の標準偏差2倍です。これが5.97%なんですね、今日。で、5.8ですから、中に潜ってきました。これによって、ここの、えっと、バンドウォークは終了する可能性が高い。この後、えっと 下に返り率が下がっていくということですね。返り率は下がるんですが、さっきの繰り返しです。25日線が上がった。 っって言って言株価が横ばいでこれが乖離率が下がるパターンも十分考えられるのでここから急落だというふうに安易に考えるのではなくまあかなり上値が重くなってきたなとここからさらに上に行くにはねここからまた切り返すという形でなかなかもうえっと標準偏差2倍も広がってきてますからまあそうそう簡単な話ではないというふうなイメージで見ておくべき位置にいると。 いうことだとだ思いますでこれが先物になると、カクンと折れてますから、まあね、乖離率で見ると、急激に縮まってきました。ということなので、まあ、やはりね、こういう動きになりがちなんですね。ですから、さっき言ったように、いずれここの乖離率がぴったりゼロになるかどうかは別としても、まあ、かなりね、1%未満に縮まってくるんじゃないかという目線で、相場を見ておくフェーズかなと思います。 はい、こちらは新型マック d ですね。新型マック d で日経平均の現物を見た場合、まだいずれも要点のままです。えっと、まだこれね、3957円という位置に対してということで、まだこれ要点ね、全部要点ですから、まだまだ上昇トレンド崩れていないよというところです。で、これが先物になってくると、一足先に1.0の早いサインが引転してきています。 でこういうですね、まあ、薄いスレスレの話よりは、少しヒストグラムがもう出てるんですね、距離が。こういう場合は、まあ、しっかりと、まあこの、こういう感じでね、まあ、この時もそんなに下がらなかったですけど、ある程度の押し目を作る可能性は高いので、でもし明日もですねこのまま3万400円ぐらいとかね、ちょっと下がるだけでも、これは2.0が、ここクロスして引転してきます。 で300よりも上の、まあ、めちゃくちゃ高い位置にいますから、これは確実に新型マクリ二点2 0も、えっと、ショートインのサインになってきます。2つね、はい。同時にもうちょっと早いサイン、こっちがちょっと遅いサインで。 こっち、ちょっぱやの,範囲なあのサインなんですけど、いずれにしても、隠典になってくるということで、まあまあね、新型マックリーのサインに従うなら、短期、やっぱり天井をつけて、こっからはおしめどこまでっていう見方になってくるんじゃないかと、まあ私はそんなふうに見ています。で、じゃあね、次、あのどこまでおしめ見るのと。 というところですね 25MA まではまだ5.8%も乖離があってですね、2万9000前半ですから、うんね、まだ1000円以上そんなにあの下がるのかというところもあります。で、そうなってくると、一目均衡表の転換線が一つターゲットになるかなと、これ赤いのが転換線、緑が基準線です。まあ、これもね、非常に強い、まあ、なかなかこんな一目均衡表のチャートを見るのも久々だなという気がしますが、え転換線が、 えっと、今日現在3万190円なんですね、ここね。はい、3万190円です。で、今、 957円ですが、まだまだこれでも結構700円ぐらい乖い離がありますが、まあ、一旦今日は、ね、500円台まで来てますから、まあ、なんだかんだあと300円、400円のとこまでは来ているので、で明日ここも上がってきて、ですね、まあ、おそらく、ね、3万250円ぐらいになるんじゃないかなと、ちょっとごめんなさい、ちゃんと計算してないので、あの予測があの適当でごめんなさい、でも上がってきますからね、まあ、3万200円から200円後半ぐらい。 のところを割らなければ、まあ、ここのところずっとね、転換線の上で強い上昇トレンドを、えー、と描いてきたというところもありますから、ここ割らなければですね、まあ、一旦押し目、ここぐらいまで来て、また切り返すんじゃないかという目線で見ておくべきかなと。で、もう一つ割った場合は、これ、基準線がですね、29,652円です、今日の段階で。で、その下に、えー、25MA が29,261円、だいぶ下ですね。ですから、25MA まで、まあ、押し目。 というか、まあね、かなり急落押しめになると思うんですけどあの、そのまま突っ切って下落トレンドに変わりそうなえところまでまだ距離がありますから、この転換線、基準線あたりまでで一旦押し目と見るのがいいんじゃないかなと。あとはボリンジャーバンドの、えっと、25MA ですね、ゼロラインがその時どの辺の位置にいるかというところを見て、えこのあたりで下げ止まらないとちょっとやばいかもねっていうふな判断をすればいいかなと考えています。はい、次にアメリカの金利ですが、えっともうね、1、2、3、4、5、 6, 7, 今度はこっち金利がです、ね、8連投になっていて8連続陽線という形で日経平均が一旦ね9連投ならずでしたが金利の10年金利のアメリカの、ね、10年金利がこんなチャートにひっそりとこっそりとなってきているということでまあこれね 6月の FOMC に対して、さて据え置きになるのが、いや、もう一回0.25やらんといかんのちゃうかというところも、じりじりっと上がってきてるというところで、まあ、このあたりね、ちょっとチェックが必要なぐらいまで、えっ、ー、と、3.692から3.75まで上がってきましたね。えっ、ー、と、一番下は3.35ぐらいでしたから、もう実に0.4、0.4%ね、えー、結構な、あのー、こう、幅で上がってきています。 期待インフレ率はまあちょっと横ばいから、でもここもじりっと上がってはいるんですけどね、まあ、言うても長い目で見たらほとんど横ばいですから、まあ、やはり。えっと 期待インフレ率、インフレに関しての心配はしなくてもいいんですけど、金利が上昇してきているということで、ま,あね、まだまだアメリカ経済強いということで、まあ、もうちょっとインフレ戦うためには金利を上げないといけないんじゃないか、もうね、6月で据えっと末置きにしちゃって大丈夫なのかしらというところで、まあ、こういう動きになると株にはやっぱり厳しくなってきますね。金利が高いと、イールドスプレッドもまた縮まってきているので、株価下がってこないとですね、えっと、まあ辻褄が合わないというのは言い方が おかしいですけど、まあ、なかなか、ね、株の割高感が払拭できない、えここからどんどん買っていっていいんだっけ っていうふうに市場がなったところで天井をつけるので、まあ、ここが収まらない限りはちょっと危険かなと。で、金利が上がっているので、ドル円はやはり上に行っています。直近の高値を抜けてきて、21時44分現在、138円79銭、まあ、138円80銭で、もう139円間近と、高値が90銭近くまであるんですね。 ということで、まあまあね、140円ぐらいまではもう少なくとも見ておかないといけないのかなと。これ、ドルインデックスも当然ちょっと、えっと、ボリンジャーバンド的にはニシグマよりも上のところに来ているので、やはり直近金利高に伴うドルが買われてのドル高円安という動きがね、まあずっと続いています。 ですから、まあ、日経平均、さすがにちょっと下がってきましたが、ドル円がしっかりしているので、まあ、そういう意味ではね、うんと、もしかしたら日経平均も、まった過熱感が冷やされたら、また少し下がったところはね、しっかりと買われてくるかもしれないなという気がしています。えー、ナスダック、アメリカが崩れたのかしらと思ったけれども、そうでもないと、これ、ナスダック100ですけど、 0.28%ですね。まあ、このあたりちょっと高値圏でもみ合ってますがえ、今日のところは昨日の終値から0.28下がってるだけえ、日経平均が今日の昼間の高値からね、2.5%も下がってるっていうのは、アメリカは全然下がってないので関係ないと。まあ、さすがに日本やりすぎたので、ちょっと、えっ、ー、と、理覚も含めてね、冷やしが。 入ってていいいいいるとと見ておくのでいいんじゃないかなかう気はしますでもう一つね、ヘッドライン、こんなのが出てました、トヨタが急落と、1年ぶりの下落率で1.5兆円の,、えっと、あの吹き飛んだということですね。はい、ということで、うんと、トヨタ株が午後の取引終了時に急落、前日比4.8%安ということで、えっと、22年の5月7日以来、およそ1年ぶりの下落率で取引終了と。はいえー、っとですね、まあ この日はね、こ、このチャート見て、これ、えっ、ー、と、冷やし、冷やしじゃない、ふん足だと思いますが、ずっとね、横ば、ま、じりっと下がってはいるものの、ほぼほぼ横ばいだったのに、これね、場が閉まる直前に、 ね、1450万株の売買が成立と、1日の売買高に占める割合が36%ということで、まあ、何かね仕掛け、えーっと、仕掛けが入ったか、誤発注かということで、えー、ブルームバーグの吉田アナリストは、今回の株価急落について、長年の経験でも見たことがないレベルと、でポジションのカバーや誤発注などの可能性は考えられるものの、原因はよく分かっていない。ファンダメンメタタルズでトヨタを これだけ多く売らないといけない理由はないということなので、まあ、これによってね、大迷惑ですね。NT 倍率がまたね、あの、今日はトピックスと日経平均そんなにですね、差がない形で、まあ、少し、えっと、上がって下がってしてたんですけど、これによってですね、NT 倍率がまた0.4%ぐらい差が出ちゃったので、これでね、NT がまたロングの方に行っちゃったと。なんてことをしてくれるんだという気がしますが、はい。まあね、こういうこともあった。まあ、でもね、あの、まあ、このあたりは、 まあ一時的な要因ですからそしてアメリカもあのヨーロッパはちょっと下げてるんですけどねあのフランスとかが、はいえー、なんですけどまあね日経均が2.5%も下がるほど世界が下がってるわけではないのでこれはやっぱりあくまで高根県からの一旦の利確。 でなんかね、外部環境が大きく崩れ始めたっていうわけではなさそうなのであれば、まあ一旦はね、押し目はそんなに深くならないかなという気はしています、まあこういう一時的な要因の方がね、多いいのかもしれませんはい、それではここからオプションの手口,手口を見ていきたいと思いますが、まず海外勢合算ですね、今日はコール、すべて赤、オールレッドですね、すごいですね、全部売りです。 それから、プットの方も、えーっと、ほとんど売りですね。はい、ファーがちょっと買われてますが、えー、っと、売り長ということで、これ、両サイド売ってきた形になってますが、ちょっとコール売りの方が、ああ、でもまあ、ファーが売られただけかな。 真ん中の辺はね、枚数これ、大して出てませんね。ということで、まあ、3万2000のコールが今日も五も584枚、えっと、2日間で1018枚も売られているので、さすがに3万2000はないぞと思っているところから今日ね800円、急落してますから、先物も,も合わせると。で、3万500円、ここまで来てるんですね。うん、というところなので、さすがにちょっと上は絞られたなと。で、3万1500も、3万1250もコール売りがあるということで、これ、3万1000は引き続き、 続きですね、まあ、今日170枚、海外税は、えー、売り決済してきたものの、まだそれでも、ね、月曜日に開示されてからの2日ですから、まあ、ほぼほぼ正しい数字、でこれ、2156枚もコール3万1000円に買い長状態になってますから、まだまだね、でその下のコール3万500一も1167枚の買い長で、3万円のコールも、えー、コール買いのプット折りで、ここもね大きく上方向、どこを見ても上方向なんですね。ですから3万万よりも上ただし3万 1, 500円まではないかもねというポジションが今メインですね。プットの方を見てもえ今日プットの3万1000円がなんだかんだ223枚売り長です。ですから3万1000円のプットもこれで300枚近い売りになって でコール、プットともにです、ね、3万1000円よりは下がらない、コール、こんだけ買ってるんで下がらないどころか、3万1000円よりも上だと、まあ、そういう強い形になってます、ですから3万1000円以上、3万1500円以下、ここが今の海外勢のストライクポイントになっていて、まだまだオプションの手口からはです、ね、ここから急落するのというと、まあ、そんな手口には全然なってないという形ですね。 はい。次にゴールドマンです。ゴールドマン、今日はコールの3万1000円を100枚売って、売り乗せして、で、えー、プットの方も ATM 近辺を、まあ、250枚、まあ、こっち下買ってるから200枚売りかな。あ、ごめんなさい、300枚売りかな。はい。それぐらいで、まあ、上も下もちょっと売ってきたと ATM 近辺をというところなので、バランスはほとんど変わっていません。下の方の売りは、もうさすがに決済したであろうという形で、 捉えると、えー、3万500円がコール買いのプット売りですから、3万500円よりは下がらない、でも3万1000円にコール売りがこれで800万円になってますから、まあ、やはりね、3万500円から3万1000円というところを見てきているのかなと、まあ、そんな中、今、株価はいいところに来ているので、まあ、このあたりで止まってくれれば、ゴールドマンとしては、下を決済していればよしよしと、まあ、そういう状況になってくるのかなと思います。 はい。次にアムロです。えっ、ー、と、アムロは、えっ、ー、と、コールは大きく売り越しで、プットもですね、まあ、ファーを大きくね、コールもプットもファーを、ファーって言ってもですね、まあ、1000円ぐらいなんですけど、はい。えっ、ー、と、ここを大きく売ってきたという形で、どっちも売り長ですが、ATM 近辺、プットの方はちょっと買ってきてるんですね。少し下感を強めてる気がします。ただ、えっ、ー、と、全体的なポジション残高で見ると、まず3万1000円がコール買いのプット売りです。ですから、 3万1000よりもね、上というか3万1000よりも下がらない上側のポジション。でも、コール売りがぎゅーっとね、まあ、あの、今日ここ、3万1500は179枚の売りをね、買い戻しをして売りがここ減ってますが、まあ、いずれにしてもですね、上の方は3万1000円よりも下がらないと言いつつ、上があんまりないので、3万1000円から3万1250円近辺、 この上のポジション、すっごい狭いですけど、この上のポジションと、あとはですね、3万750円を割った場合、まさに今ですが、ちょっと下目線を入れてきています。プット買いをね、ここ、ちょっとガーッと積んできています。ただ、3万500円のところにコール買いがあったりとか、3万円のプットに1113枚の売りがあったりするので、とはいえ下は見ていない。まあ、せいぜいですね、下行ったとしても、3万750から3万円のここ。 ですね、つまり上のポジションと下のポジションで、まあ、両にみみたいなところですね、まあ、どっちかに行くんじゃないの、だただ上はここからそんなに大きく跳ねてもらっても、まあ、あまり嬉しくないと、ここが、ね、デビット・スプレッドバランスですから、上に行けば行くほど利益が伸びるような形にも特になってないんですね、一定だという形ですから、まあ、まあ下行ってもね、売りと買いで、まあ、おそらくね、あの ガチンコなので、まあね、上も下も、あんまり、えっと、見ていない状況で、ちょっとヘッジを入れてきているのかなと、まあ、そんな状況ですね。はい、最後は先物です。今日は日経平均マイナス0.42%、トピックスがマイナス0.66%で、これはトヨタの影響も結構あったのかなという気がします。で、そんな中ですね、ラージプラスミニの日経平均型先物、1404枚の売り越しで、珍しいですね、最近。 で、えっと、トピックスの先物が逆に2656枚の買い越しでしたからえ、合算すると昨日とほぼ同じ1252枚の買い越しという一日になってます。まあ今日は結局株価は下がってきたわけですけれども、先物ベースで見ると昨日とほぼ同じぐらいの、まあ、やや買いと、まあそんな状況になってます。ただ個別で見るとですね、やっぱりちょっと注意したいのが、買い方よりも売り方の方かな。買い方アムロの2300ってのは今日株価下がってるので、これは平常運転かなと昨日まではちょっとね、 怪しかったで、すけどで、えっと、やっぱりね、ちょっと注目は、まあ、ソシエテも今日5700と結構ね、大きくまた買い乗せをしてきてるんですが、えゴールドマンが2038枚の、まあ、売り越し、まあ、残高はほぼほぼフラットになってましたから、まあ、買おうが売ろうがね、一応、あのー、どっちにもポジション取れる状況にはあるというところですが。 少し下に降ってきたということですね。先物ベースでね。で、あと、モルガン三兄弟ですね。JP モルガンが856、三菱 UFJ モルガンがマイナス604だから604の売り越し。で、モルガンスタンレーが2664枚の売りということで、まあ、ここね、4桁になっているのはモルガンスタンレーだけなんですが、まあ、モルガン三兄弟が、 ままあまあ売りに転じているとでゴールドマンも売り、そしてシティも今日3200売ってきているので、バンカメを除くアメリカ勢が今日は先物を、ね、一転して売ってきているということなので、まあ、もしかしたらアメリカ勢、さすがにここらで一服と見て、一旦先物はショートに振ってくるのかもしれないということですね。まあ、ただ、枚数がそんなにここのところ大きく出てないので。 あまり先物で大きな仕掛けがあるというふうには見えないかなという感想を持っています。はいということでいかがだったでしょうか、明日の天気予報は、えっと、ちょっとね、これ、いいアイコンがなかったので、なんかすごい大変な感じに見えますが、基本、曇りです。ままだだねあの、えっと、チャートは見てていいいただいたように中長期全く崩れていませんが 短期天井を打った可能性がありますまだ下落の 5MA クロス次元してないので、明日、あさってまでしっかりと見る必要はありますが、ここから今日、明日にかけて、さらに4 500円急落する展開になった場合は、まあ、完全に一旦押し目をつけに行くと。で、その時に今までちょっとね、急あのスピード違反でしたから、下がる時は一気にね、ピカピカドカーンという感じになる可能性があるので、これ、あの明日、速度が出た場合は、本当にね、あの、 雷豪雨に注意をしないといけないいいととけただ、それまではまだ曇りなので、まあ、ちょっと今はね、恐る恐る、もう一回ね、反転するのか、もうここから崩れるのかを見極めながら、まあ、ちょっと頭はくれてやりながらね、急落するようであれば、うまく下げ、ね、プットとか先物売りに飛び乗るという感じで、私は一旦構えております。はいということで、今日の動画も役に立ったぞ、そしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方ポチッとよろしくお願いいたします。 また動画の概要欄にはボイシーとかツイッターとか今日ご紹介した5月26日の動画のねリンクなんかもございます。ぜひフォローとチェックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね